に着きました。相変わらず綺麗ですね。でこちらの部屋が1泊1人6000円かな。はい。そして温泉がですね、前回来たことがあって会員になったのかな、会員になったので3000円のところが無料でございます。貸し切り風呂入りたい放題。そしてインターネット予約をしたら、あ、ドリンクが1杯ただですね。ただ部屋がねグレードダウンしてますね。前はトイレついてました。これ別館ですね。本館の方だったらトイレとお風呂ついてるんですよ。景色もこっちだとあんま良くないかもしれない。本館の方だと青い光がバーッと見えたんですけどね。どうなんでしょうね。じゃあとりあえずお風呂入りに行きます。はい、この絶景露天風呂、この龍の露天風呂、石の風呂は一つだけしかないんでね、特別感ありますけど、まあ、この岩風呂の方が気持ちいいかもしれないですね。では入ります。部屋に戻ってきました。まあ温泉はやはり夜と朝が一番気持ちいいですね。またあと2回絶対に入ります。この後はですね5時半からもう5時半からご飯なんですよ。なのでそれまであと1時間ちょいなのでゆっくりしてご飯食べに行きます。そういえば一つ訂正がございます。こちらのお部屋に入った時にグレードダウンだって騒いでたんですけど、そんなことなかったですね。こちら6000のお部屋ですね。で去年泊まったお部屋が7000のお部屋だったんですよね。今回あったかな、予約する時になかったかもしれないんですけどね。そっちだといろりもあるし、トイレもお風呂もついてます。写真があったらそちら貼っておきます。絶対7000円の部屋がいいですね。5000円も6000円も7000円の部屋も泊まったことありますけど、7000円の部屋一番いいです、どう考えても。はい、ちょっと寝ちゃいました。風が気持ちよかった。外も暗くなって青くなりましたね、景色が。ではご飯食べに行きます。取り終えました。料理はずっと変わらないですね、何年間もね。相変わらずお酒のつまみのような感じのが多いかな。まあ、それ以外もケンチン汁とかご飯もありますけどね。ではいただきます。お腹いっぱいだ。お腹いっぱい、まだ7時前なんですよね。少しゆっくりしてお風呂ですかね。外大雨なんですよね。ただ夜の露天風呂は最高に気持ちいいので、それまでまたまったりといたします。寒い、露天風呂入りに来ました。行きます。見てください、この雰囲気。ちょっと暗いかもしれないですけど、雪見風呂でございます。入ります。はい、入ってきました。本当気持ちよかった、露天風呂。しかも貸し切りですからね。その後宇宙にも入ってきたんですけど、大浴場貸し切りでしたね。たまたま今日ものすごく混んでるんですけどね、ラッキーでした。で、こちらの紙ですね、こちらの、会員カードなのかな。前回来た時に、
貸し露天風呂3000円払って、入ったんですけど、その後の会計の時にこのカードをもらって、で持ってたんですよずっと。で今日改めて出してみたら、なんと一生無料です。一生って言い過ぎだけど、通年貸し切り露天風呂無料で入れます、このカードさえ持ってれば。やばくないですかこれ。ここね多分毎年来るんで、本当にコスパいいです。マジでおすすめです。ではまだ9時前です。最後の晩餐を楽しみたいと思います。去年来た時も同じ黒ビールだったかな。いただきます。最高や。おはようございます。朝7時過ぎです。天気悪すぎ、悪た。何この2日間の天気の悪さ。大雨なんですけど、いやーやめてよもう。朝食を食べてお風呂向かいます。今ご飯食べ終わって、貸し切り風呂行こうと思ったら、貸し切り露天風呂の鍵がなくて、確実に持ってったんですよ。で袋の中に入れたんですよね。でいや疑うわけじゃないんだけど、子供がねうろちょろしてたんですよね、外国人観光客の。絶対おかしい、絶対おかしい、ないのは。で貸し切り露天風呂入れてないんですよね今。なので今聞いてもらってます、逆の方に。はい、もう間違いなく俺やっぱり諦めがつかなくて食堂戻ったんですよ。食堂戻って、でその子供かまあ分かんないですけどいる、まあその外国人観光客の方のテーブル見たんですよね。そしたら鍵があって、で自分の持ってる部屋の鍵と番号一致したんですよね。でもまあ相手の方は会って、まあ一応英語で喋ったんですけど、大丈夫大丈夫大丈夫しか言わない。喋れなかったっていうのはあるかもしれないですけど、考えらんないんですけど、これ袋の中から鍵だけ盗んで、でテーブルの上に置いて、まあ子供がやったんだろうけど、でその後の対応マジで考えない。マジでその後フロントに行ったんですけどね、フロントの方もなんか重く見てくれたのか分かんない、その出来事で。まあ30分以上鍵探したんで、チェックアウトの時間を少し伸ばしてもらうことにしました。ゆっくりお風呂入りたいんで行きましょうかということがありました。トラブル多すぎ、旅行マジで。はい、気分悪かったですけど、露天風呂に入って癒されます。はい、ではそろそろチェックアウトの時間なので、出たいと思います。いやー最後の最後にトラブル起きちゃいましたけどね。もしあの時私が朝食会場に戻ってなくて、あの鍵を発見できなかったら、もう入れず終わっていた、もやもやしたまんま終わっていたっていうことを考えるとね、恐ろしいですね。であまりにも腹が立ったのでフロントに言いに行ったんですけど、見つかってよかったですね。ただ言葉通じないんでしょ的な対応だったのもね、盗難なんですけどね、一応盗まれたんですけどね鍵。どの客かを追求しないっていうのもね、納得がいかない部分ありましたけどね。まあ、ただ宿自体は本当に
良かったです。このコスパはね最高でした。また来たいと思います。まあ、ただコスパがいいとそういうお客さんが来るっていう確率もねどうしても高くなっちゃうんで、その辺は本当に自分で自分を守っていかなきゃいけないなと思いましたね。ではチェックアウトします。はい、チェックアウトいたしました。タイヤのチェーンも取りました。そして今キロをたどっております。そしてですねチェックアウトの際にですね、宿のスタッフさんから先ほどの事件に関してご説明いただきまして、鍵を持って行ってしまった方々がすごい謝っていたというご報告をいただきました。まあ、最初に私がお話ししたスタッフさんとはまた別の方だったので、そちらの方がちゃんと対応してくれたので、気分よくは一応帰れるかなと思いました。まあ、ただその言い分としてはテーブルに置いてあった鍵っていう風に言われたんですよね。ただ絶対置いてないんですよね。袋の中に入れていたのを取られたんですよ。まあそこら辺はありますけれども、まあどうしようもないんでね。はい。で最後の最後まで大雨という、もうなんてよ、もう雪遊びしたかったのに。はい、というわけで今回の旅はこれで、終了とさせていただきます。次回はどんなトラブルが待っているのでしょうか。楽しみですね。よかったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。では次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。大きな虹が見えます。ただカメラ越しでは見えないかな。ちょっと走ってみるか。わかんないかな。晴れた空。